はい、こんにちは。今回なんですけれども、今日はねクリスマス12月25日なんですね。ただね、12月25日で、まあ今日ねお昼頃に新しいデコピクミンメガネデコが来るということで、まあそれの動画をね、まあ、撮影してました。午後はね12時からその撮影してて、でそれが終わった後に、これよく見たら何死んでこの実装夜中の0時からじゃんと思ったんですよね。夜中の0時から実装するから、え、今寝とかなきゃまずくないということで、夕方からね夜の9時頃までずっと寝てました今年のクリスマスは寝て過ごしたことになっちゃいましたね。いやー、ただね、まあおかげでね体力がバッチリ回復したんで、26日のね深夜0時からメガネデコを探しに行こうかなと思いますよ。いや、こんなことになると思わなかったな。ほら、もう日曜日なんて動画作って家で寝てみたいな感じだったから、ほとんど歩数稼げてないですね。もうベスト写真はチキン南蛮ということになりましたね。これ見てください、24日にチキン南蛮食べたんですけど、20日にもチキン南蛮食べてますよ僕。同じものしか食べてないね、本当によくないね。時刻は12時前ということでね、この時間帯に空いてる店はマックしかなかったんで、ちょっとマクドナルドに来ちゃいました。12月25日の僕のねご飯はマクドナルドということになりますね。ただ見てください、ほらほら、ちゃんとチキンは買いましたよ。じゃーん、チーズバーガーにしました。で今回ね、そのハッピーセットがちょっと気になってね、見てください、これスーパーマリオのハッピーセットということで、これちょっとね早速開けていこうかなと思います。ふぅ、開かね、開いた。さあ誰が出てくるかな。ほっ、おっ、キノピオだ。クリスマスプレゼントはねキノピオということになりましたよ。いや、これ嬉しいね。今のハッピーセットめちゃくちゃクオリティ高くて、皆さんおすすめですよ。いや、てかここの秋葉原のマック居心地良すぎでしょ本当に。まあ終電逃した時間帯だから人は全然いないんですけど、終電逃した時ここ鉄板だわ。24時間営業してますからね、めちゃくちゃ綺麗だし、すっごい心地いいですよ。ちょ待って、とか言ってたらなんか来たよ、ほらほら、新イベント始まりましたよ、ハッピーニューイヤーイベント。これ見ていきます。そしたら肝心のね2023年メガネのお値段なんですけれども、ちょっと見ていきましょうか。500コインとなりますね。まあこれがそれぞれのピクミンにピクミン分だけある7本あるから、そうですね、全部メガネ買ったとしたら3500円ですか、3500コインか。あー、なるほどね、結構ちょっとアバターとしては高い部類ですよね。このサンタのコスチュームとか、まあ450コインなんですけど、それよりも高いですね。まあ苗がお題がついてくるから、まあそれだけ高くしてるってことなんだと思うけどね。そしたら早速これをね全部買っていこうかなと思うけど、見てこれ、買う前からお題は見えてるね。黄色系の花を2023本植えよう。あ、なるほどね、はい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 、これ購入する前にお題の内容を見ることができますね。これは予想外だったな。今回のイベントの苗を自然発生させることで、まあイベントを進めていって、最終的に全く揃わなかったピクミンのお題だけ買うみたいな。まあでも買い方としてはそれが鉄板かな。どうしても出なかったピクミンのその苗を買うみたいな。そしたらちょっと気になるのは新しいデザインのポストカード、2023年版ポストカードですね。ちょっと見ていきましょうか。さあ、あれ、こっちか。あ、来た。え、めっちゃいいじゃん。え、めっちゃいいじゃんこれ。え、マジで。なんかね、僕てっきりそのあの日本のお正月的なそういう和風なものを想像してたんですよ。和風なものを想像してたんですけど、あ、これはいいね。あ、ほんと。いや、皆さんすいません、あの昨日出した動画の、いや、デザイン地味かもみたいな発言はね撤回させてください。このポストカードデザイン最高ですね。頑張って集めていきます。イルミネーションと相性良さそうだわ。そしたら早速ねこちらのメガネをね
全部買っていこうかなと思います。まあお題の期限が決められてはいるんですけれども、花を2023本植えれば終了することができるお題というか、終わらせられるお題だから全然大丈夫ですよね。いやてかここのマックの居心地が良すぎて外出たくね。今ちょうどお客さんも誰もいないんですよ。本当にめちゃくちゃ居心地いいわ。いやこの中そう寒い外になんかに出て行きたくないわ。やだわ。まあまあまあ予想はしてたよ。予想はしてたけどこんなの来るんだろうなって思ってはいたよ。はい、こんな感じです。なんて言えばいいんだろうね。はい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 。なるほどね。あります、このメガネに合う服装をね教えてください。どれもきついな。じゃあこれ黄色にしときますか。そしたらこの後ね、ちょっとご飯食べ終わったら早速外に出ていこうかなと思います。もう見てください、お題はこんな感じで、そう一気にやることができますね。これはいいんじゃない。結構一気にお題やれるのは大きいですよね。楽ちんだわ。今回はね秋葉原から銀座まで歩いたんですけれども、この秋葉原の撮影だけでも十分な長さになってしまったっていうのと、あとねなんか神田で変な中国人の客引きに捕まってちょっと撮影どころじゃなくなってしまったんでね、今回は、まあ、街歩き動画秋葉原だけにしようかなと思います。まあ、こんな感じで秋葉原をね縫うように、まあ、歩いてはいましたね。まあさすがに今日がね26日の深夜ということで、まあ、クリスマスのね翌日の深夜だから全然人がいないですよね。いたとしてもちょっと酔っ払ってるようなサラリーマンとか、まあねそれぐらいでしたね。いやーだからこんな感じで撮影できる機会もなかなか珍しいですよ。秋葉原、まあ、深夜といえどもねやっぱ何らかしら人がねいたりするから、まあ、今回ある意味ラッキーでしたね。まあ、こんだけがっつりね撮影させてもらえる機会ってなかなかないですからね。でずっとねその秋葉原のマクドナルドでまあ待機していたんですよ。なんでかっていうとその自然発生で今回のイベントの苗をゲットしたかったんですよね、秋葉原で。ただね秋葉原のマクドナルドでずっととどまっててもイベントの苗が一切発生しなかったんですよ。1時間ぐらい僕マックにいたんですけれども全然ダメで、でもねその外に出て歩き始めた途端にポンと苗が出てきてくれたんですよ。これがね不思議でね、なんか結構苗ってねその場に留まってれば、まあ、出てくれるみたいな、まあ、そういったイメージがあったんですけれども、なんか今回のイベントに関してはなんかちゃんと歩かないと出ない、それかなんて言うんだろう、まだ苗を拾ったことない場所に行かないと発生してくれないのかな、なんとなくそんな感じがしましたね。まあ、僕と同じで苗が出ない方は、まあ、街の外に出てみると、まあ、良いかもしれないです。ちょっとねそういうことも試してみてください。さあ秋葉原から京橋まで歩いてきたんですけど、どうかな。あ、9600だからもう終わりですねこれで。お、ちょっと待って、待って、やばいやばいやばい、キノコは待って、これオカリチケット使おう。ちゃんと全員にレアな花咲かせて、さあさあ5555。うわー、まだか。よし、初めてオカリチケット使っちゃった。いやー水晶のキノコなんと初めて入ることができました。やったー、これは嬉しいね。もうキノコチャレンジ3回やった後にこういうのが出てくると、いやーおかわりチケットつい使いたくなっちゃうな。で肝心の方のお題もこれで全て終了しました。でこれが今回のイベントでゲットした金の苗ですね。早速全部植えていきましょう。確定でコンプリートしてるからすっごい気持ちが楽だわ。なんかガチャガチャのハラハラ感がまあないって言ったらあれだけど、安心感がすごいですね。なんていうんだ、3500円で安心感を買ったみたいな、まあ、そんな感覚ですわ今。はい、それでは苗を引っこ抜いていこうと思います。早速いきます。今回は確定でコンプリートしております。じゃーん、まずは黄色からですね。ゾン
じゃーん、2023年メガネめちゃくちゃ邪魔そうじゃんよし、2023メガネという新しいカテゴリーですね、ゲットできました。それではお次いきます。白ピクミン、ドーン、よいしょ。白ピクミンは青いメガネですね。おお、一回転した、すげえすげえすげえ。それで紫ピクミンと、今回はね、秋葉原からそうですね、銀座あたりまで歩いてきました。それでなんとかお題を終わらせることができましたね。やっぱみんなメガネは邪魔みたいですね。で青ピクミン、いやめちゃくちゃいい気分で、これで新年が迎えられそうですよ皆さん。いやここからね、また自国のそのガチャをねやらなくちゃいけないとか、まあそういうことがないから本当にね心持ちがね楽ですね。羽ピクミンですね。最後の1匹はあれか、もしかして岩ピクミンか。まさかのラス1で岩ピクミンが残るっていうね、すごいめちゃくちゃ取りたそうにしてる。皆さん2022年はどんな1年だったでしょうか。僕はね、なんかいろいろ頭の悪いことをやってきたというか、なんだろう、飛行機ピクミンのために関西国際空港に行ったりとか、北海道に行ったりとかね、沖縄に行ったりとか、まあ、めちゃくちゃなことやってたんですけれども、まあ、それだけ濃い1年を過ごしたのにもかかわらず、時間だけがねとにかく過ぎるのが早くて、なんていうか僕個人的にはね激動の1年といっても過言ではなかったですね。まあ、仕事しながらこんな感じで動画制作するっていうのも初めての経験でしたし、まあとてもね、忘れられない1年になったんじゃないかなと思います。それじゃあ最後にね、こちらの金のない岩ピクミンですね、引っこ抜いて終わりとさせていただこうかなと思います。本当にすごいなこれ、全然偶然ですよこれ、適当に苗突っ込んだから どれが何のピクミン入ってるかとかわからないですからね、本当に奇跡だ。おー、岩ピクミンは金のメガネですね、いいね。メガネの色、せっかくだし岩ピクミンとお揃いにしますかね。そうしよう。これで無事にコンプリートということになりました。まあ、今回のイベントね、期間自体はまあ結構長めなんでね、まあまあ、ただね、正月休みで家にいることが増えるとは思うんですけれども、初詣の時とかね、外に出かけた時はこのイベントをねやることをね忘れずに、そうすればね多分、まあ、かなりねたくさんピクミンがね集まってくれるんじゃないかなと思います。それでは今回この辺で以上とさせていただこうかなと思いますって言いたいんだけれども、ちょっとこいつをね、こいつを食べてから終わりにしようかなと思います。あまりにも外が寒いんでね、ちょっと辛いものいっちゃいますわ。20倍辛いみたいな、そんなやつ買いました。いただきます。さあ食べていこう。待って、普通に激辛だ、やばい。来年もね皆さんどうかこの僕をねよろしくお願いいたします。それでは今回この辺で以上とさせていただこうかなと思います。ありがとうございました。はい、今回のね動画これで本編は以上なんですけれどもね、なんとねクリスマスイブとクリスマスにね皆様からギフトをいただいてしまいました。本当にありがとうございます。本当にめちゃくちゃ嬉しかったですね。こちらの方はもう先に開封してしまったんですけれども、クシナさんですね。いつもツイッターやね YouTube にコメントくださる方です。もちろん僕はね覚えてますよ。ありがとうございます。ギフトいただきました。チャレンジおかわりチケットありがとうございます。そしたらね、他の方からいただいたギフトも開けていこうかなと思いますよ。まずはみちこさんからですね。いつもツイッターでダイレクトメッセージでね、その情報などをねくださったりとか、あの僕の投稿に必ずリツイートしてくださる方です。もちろん覚えております。ありがとうございます。みちこさんからギフトいただきました。ほら、岩ピクミンですよ。ちゃんとすごいウィンターの岩ピクミンをね送ってくださってます。僕が好きな岩ピクミンですよ。おかわりチケット2枚いただきました。ありがとうございます。
これでウィークリーチャレンジはもう僕はバッチリですね。そしたらひとみさんのギフトも開けていきますね。ひとみさん前回にね引き続きまたギフトをねくださりました。実はひとみさんがギフトくださるのはこれで2回目になります。本当にいやまさか来ると思わなかったから、ひとみさんってフレンド2人いたっけって思ったんですよね。あれあれみたいな感じで、でも僕のフレンド欄にひとみさんという方は1人しかいなかったから、あこれ2個目だって思ってちょっとめちゃくちゃびっくりしちゃいましたね。ひとみさんもね岩ピクミンをねギフトでちゃんとね送ってくださっております。飛行機の岩ピクミンありがとうございます。いただきます。おかわりチケットいただきました。もうこれがあるからね頑張れるわけですよ。さあお次は夏子さんですね。ありがとうございます。お見てくださいこれちゃんとほらクリスマスだからポインセチアをね頭に咲かせてくださってますね。うわー芸が細かいな。これは嬉しいな本当に。夏子さんもギフトくださりました。ありがとうございます。そしたらこちらもね開けていこうかな。宇宙服ピクミンいいですよね。あの今回のイルミネーション撮影の AR でかなりね活躍してくれました。夏子さんからもおかわりチケット2枚いただきました。ありがとうございます。最後ですね。あ、5人だ。え？こちらの方は、あ、クリスマスが終わるギリギリぐらいに送ってくださったのかな。いやー本当にびっくりした。え、マジか。いや今回5人の方にいただきましたね。ありがとうございます。どなたかな。ピカモグミンさんですね。ピカモグミンさんギフトを送ってくださりありがとうございます。大切に使います。ピカモグミンさんも芸が細かい、ちゃんとね岩ピクミンをセレクトしてくださってますよ。ありがとうございます。さあおかわりチケット2枚と、この赤いバラの5本って意味なんですけれども、この5本赤いバラを送るという意味はあなたに出会えたことへの喜びという意味だった気がします。間違ってたすいません。こういうね細かい芸が光りますね。ナイアンティックさん粋だな。今回のクリスマスはねなんと5人の方にギフトをいただいてしまいました。皆さん本当にありがとうございます。こちらのおかわりチケットはねちゃんと動画にね生きるように使わせていただきますので、まあ、これからもね何卒よろしくお願いします。そしたらね今回この辺で以上とさせていただこうかなと思います。それじゃあありがとうございました。